中国国務院新聞弁公室が白書を中国の民衆発表。新華社によると、中国国務院新聞弁公室は12月4日、白書中国の民衆を発表しました。白書は、民衆は全人類に共通した価値であり、中国共産党と中国の人民が終始確固として維持する重要な理念で、中国の人民は本当の意味で国家、社会、自身の運命の主人となったとしています。また中国の民衆は人民の民衆であり、人民が国家の主人となるというのが中国の民衆の本質や核心であります。さらに白書によると、民衆は各国の人民の権利であり、少数の国の専売特許ではない。一つの国家が民衆であるかは、その国家の人民が評価や判断するものであって、外部の少数の人があれこれと荒探しをして評価や判断するものではないと強調し、単一の定義で世界の豊富で多彩な政治制度を評価したり、単一的な目で人類の多種多様な政治文明を観察したりするということ自体が民衆ではないと指摘しています。